岡山県立瀬戸高等学校は、日本の岡山県岡山市東区瀬戸町公明国にある県立の高等学校。通称は、瀬戸校。1909年4月、赤岩群物理村瀬戸に瀬戸実家女学校として設立された。1948年、現在の岡山県立瀬戸高等学校の名称になり、男女教学となる。百四十九年に、 岡山県立瀬戸農芸高等学校を合併したが、1953年に再分離。1966年に公明国の新校者へ全面移転し、1968年に新校者が完成する。その後も増築や桃と会館の建設、数々の耐震補強工事などを経て、現在に至る。交渉は桃の葉と花をモチーフにしたものである。 瀬戸高等学校は中堅新学校である。1980年代後半に岡山県立岡山上等高等学校が設立されたことも影響して約15年にわたって進路実績が低迷したが2008年頃には国立大学現役合格者数が低迷期の3、4倍に達するなど実績向上が見られた。こうした 変化の要因として講述する生徒への進路啓発や保護者対象土曜日講座が考えられる。教育方針として、小学、自主、健康、協調が掲げられている。1999年から理数コースが設置されていたが、2007年に募集停止となった。現在は普通科のみで構成されており、2年生以降に一般的な文系、理系の2コースを設置している。 国公立大学二次試験など、学力試験に対しては、岡大プロジェクトという授業が展開されている。三年生に対しては、自己推薦書、小論文、高等諮問に対する個人、グループ指導も行われる。2020年3月から、新型コロナウイルス感染症の流行を鑑みて、情報通信技術を導入した授業が検討され、4月に研修期間として、 部活動ミーティングやホームルームにオンラインシステムが導入された。同年5月よりオンライン授業が始まり、ホームルームと1日3コマの授業がオンラインで行われるようになった。また、キャリア教育に注力している点も特徴的である。2004年からは学年懇談と別に、進路指導家が保護者に進路に関する情報を提供する保護者対象土曜日講座が、 各学期に1回ずつ、各学年で開催されている。科目選択や大学受験制度など、短期的な進路情報及び将来のキャリア形成など、長期的な進路情報の両方が盛り込まれており、保護者が開催時期に合わせて、情報を得られるように機会が設けられている。また、アンケートなどで保護者からのフィードバックを受けて講座に反映する仕組みもある。 この制度の解説に至った経緯としては、瀬戸高校の学区である、東尾地区に参観部が多くインターネット環境が整わず、保護者が、震度について、最新の情報を十分に享受していないことが、考えられ、希望や実力よりも、負担の軽さを求める生徒の意識を変えるにはまず、保護者から、という教師陣の見解があった。土曜日講座で紹介される。 人気職業の実態や大学、企業の人材育成に関する情報は、同校で開催される、講演会、専門学校や大学の広報担当の訪問、三者面談などで人脈を形成して収集されている。2017年からは、総合的な学習の時間や、総合的な探究の時間を使い、SDGs を題材にした新たなキャリア教育、 ヒタブルプロジェクトが開始されている。2019年12月6日、ヒタブルプロジェクトは、文部科学省と経済産業省が共同で開催するキャリア、教育推進連携表彰で優秀賞を受賞した。2020年12月時点では、東京大学高大接続研究開発センター、高大連携推進部門、交付ユニットとも連携している。 ひたぶるプロジェクトは各学年ごとに趣旨が分かれている。2008年度からは1年生が岡山大学を訪問して大学生に交じり講義を受講する岡大訪問が始まった。また外部講師を招いた授業が1年生から年間に数回行われている。またキャリア教育はオンラインでも行われている。2020年5月に看護師に 職場の実情を聞くオンラインフィールドワークが行われ、8月中に一部生徒が高校生によるオンライン世界会議にも出席した。5月に開催される春季球技大会と10月に開催される秋季球技大会があり、いずれも3年生を含む全校生徒が参加する。9月には文化の部と体育の部に分けた瀬戸交際、11月には創立記念日を記念しての 芸術館紹介が行われる。当期には1.2年生が参加するウォーキング大会がある。また、1年生のみの活動として、入学直後に親睦を深める、北ブル合宿やスキー・スノーボード研修と100人一種大会。2年生のみの活動として、体験学習の要素を含む3泊4日の6月の修学旅行がある。10の運動部と9の文化部があり、 約8割の生徒が在籍する。文化部では写真部が第35回全国高等学校総合文化祭に出展。運動部では北京部女子が第68回国民体育大会に出場した。球道部は女子団体戦で全国5位、女子個人で準決勝まで進出した。書道部は近隣の瀬戸駅に作品を掲示することがある。 運動部分下部同好会以下のようなマスコットキャラクターが存在する。ありがとうございます。